ドミートリー・アナトーリエビチ・メドベージェフは、ロシア連邦の政治家、現在ロシア連邦安全保障会議副議長、統一ロシア党首、第3代ロシア連邦大統領、第10代ロシア連邦連邦政府議長、ビクトル・ズプコフ内閣で、第1副首相、ベラルーシ・ロシア連合国家の閣僚会議議長などを、歴任した。1965年9月14日に、 ソビエト連邦のロシアソビエト、連邦社会主義共和国のレニングラードに誕生する。両親は共に教育者で、父のアナトーリー・アファナシエビチ・メドベージェフは、レニングラード国立工業大学の物理学教授で、祖父アタナシウス・ヒョードロビチ・メドベージェフと共に、ソビエト連邦共産党員であり、母のユリア・ベニアミノブナは、教育大学でロシア語と、ロシア文学を教えていた。 なお兄弟はおらず、一人っ子であった。知識人層の家庭だったものの、メドベージェフは40平方メートルの広さのアパートメントで育つ。少年時代のメドベージェフは成績優秀な学生で、将来は法律家になる夢を持っていた。また、カヤックなどのスポーツや写真撮影、読書、ロック音楽に熱中した。1987年に、 レニングラード大学法学部を卒業し、同大学院に進学する。1990年には、専門の司法分野で博士号を取得した。その後、1990年から1999年まで、サンクトペテルブルク大学で非常勤講師として、教団に立ち、法律専門家として、司法の教科書を教長で執筆した。その一方で、大学時代に、 アナトリー・サプチャークと出会ったことがきっかけで政治に関わることになる。1989年にサプチャークが人民大議員大会に出馬するとその選挙運動に参加した。そして1990年にサプチャークがレニングラード市ソビエト議長に就任すると同年にメドベージェフは議長3時間に就任した。この時同じく3時間だったのが 同郷かつ、大学の同僧でもあるウラジーミル・プーチンであり、当時は、メドベージェフの同僚として働いていた。1991年までは、ソ連共産党に所属していた。2000年ロシア連邦大統領選挙に勝利した、ウラジーミル・プーチンと、ダボス会議で演説を行うメドベージェフ。1991年から1995年まで、メドベージェフは、プーチンが議長を務める。 サンクトペテルブルク市障害委員会で法律顧問として働いた。1994年にプーチンが同志の第一副市長になるとプーチンの顧問も兼任した。1999年8月にプーチンがロシア連邦首相に就任するとプーチンはサンクトペテルブルク出身者を養殖に登用するようになる。メドベージェフもその中の一人であり、同年11月に ロシア連邦政府官房次長に任命される。さらにプーチンは同年12月31日に大統領代行に就任すると、それに伴いロシア連邦大統領府副長官に就任する。2000年ロシア連邦大統領選挙では、プーチン陣営の選挙対策本部責任者として、プーチンの大統領当選に貢献し、ロシアにおいて最も有力な政治家の一人に対等する。 大統領選挙後の2000年6月3日には大統領府第一副長官に昇格した。同時に2000年から2001年までガスプロムの取締役会議長2001年から2002年まで副会長2002年6月30日から再びガスプロム会長を務めた。その後2003年10月30日にアレクサンドル・ボローシンの後を追って 大統領府長官に就任する。さらに2005年11月14日には、プーチンによって、ロシア連邦第一副首相に任命される。ロシア連邦第一副首相としてメドベージェフは、保健、教育、住宅建設、農業の4分野の改革で、社会基盤の整備を目指す、優先的国家プロジェクトを担当した。第一副首相就任に伴い、 同じく第一副首相だったセルゲイイワノフと2007年9月にロシア連邦首相に就任したウィクトルズ・プコフなどと共にプーチンの後継の最有力候補の一人と取り沙汰されるようになる。そして2007年12月10日にプーチンは翌年の2008年実施のロシア連邦大統領選挙で自身の後継者としてメドベージェフを指名した。これに続き 政権与党である統一ロシア、厚生ロシアロシア農業党、市民勢力、緑の党、ロシアの愛国者などの諸政党も、大統領選挙の候補者に、メドベージェフを擁立することを決定した。一方、指名を受けたメドベージェフは、大統領選挙後に、プーチンを首相に指名する意向を示した。また12月20日、ロシア中央選挙管理委員会に、 大統領選挙への立候補を申請した後、大統領に当選した場合は、ガスプロムの会長職を退くことを表明した。選挙公約としては、中小企業への支援や司法改革、汚職対策などを掲げた。その後2008年3月2日に2008年ロシア連邦大統領選挙が行われ、メドベージェフは、出馬票通りに圧勝した。勝利後、メドベージェフは、 プーチン路線を継承すると発言した。2008年5月、大統領就任式典で、就任先生を行うメドベージェフフランスのサルコジ大統領と、南オセチア紛争に関する共同記者会見を行うメドベージェフ2008年11月に3代目、ロシア連邦大統領就任後初となる。 年次教書演説を行うメドベージェフメドベージェフは2008年5月7日に3代目ロシア連邦大統領に就任した。就任演説では市民と経済の自由を擁護することを最重要課題として掲げた。同日にかねてから言及していた通り、ウラジーミル・プーチンをロシア連邦首相に指名し、翌8日にロシア連邦議会会員でも承認された。このためプーチンとの タンデム体制による政権となった。大統領選挙で公約に掲げていたように、メドベージェフは汚職対策に積極的に取り組んだ。大統領就任後の同年5月17日に、メドベージェフは汚職対策を行うための大統領令に署名し、それに伴い反汚職評議会が設置された。同年7月には具体的な汚職対策を含んでいる。 反汚職国家計画に署名した。同年8月7日に、グルジアが南オセチアに侵攻した時は、ボルガの川下り戦中で、夏季休暇中であり、プーチンも北京オリンピックの式典に出席していたため、完全に感激をつかれる形となった。翌8月8日に、ロシア連邦軍がグルジアとの戦闘を開始。メドベージェフは、この進軍を南オセチア内に居住する。 ロシア人の保護のためであると説明した。その後メドベージェフは8月12日に戦闘停止を表明し、欧州連合議長国であるフランスのニコラ・サルコジ大統領の調停もあり8月16日に和平合意文書に署名した。そして8月25日にロシア連邦議会上院が全会一致で南オセチアとアブハジアの独立承認をメドベージェフに求める決議を行うと、 メドベージェフはこれを受けて、翌8月26日に、南オセチアとアブハジアの独立を承認するという大統領令に署名した。その後も、ロシアの軍事行動を厳しく批判するアメリカに対しては不信感を表明した。8月28日に、南オセチア紛争について開かれた上海協力機構の首脳会議の冒頭では、自国の利益のために、 グルジアをそそのかす国があるとして、案にアメリカが主衆国を非難した。ロシアを G8 から追放すべきという主張に対しては、9月2日にイタリアのテレビ局とのインタビューで、G8 はロシア抜きでは成り立たない。我々は G8 からの除名を恐れないと発言した。またこうした動きが出ているのは2008年。 アメリカ合衆国大統領選挙でアメリカ共和党の支持率を上げるためのジョージ・ W ・ブッシュ政権による陰謀であると主張した。同年11月5日に3代目、ロシア連邦大統領就任後初となる年次報告演説を行った。その中で、メドベージェフはロシア連邦大統領の任期を4年から6年、会議員の任期を5年に延長すること、地方議会の議員から、 上院議員を選出することなどの統治機構の改革を提案した。また、アメリカが東ヨーロッパにミサイル防衛システムを配備する計画をしていることに対抗し、ヨーロッパ内にあるロシアの飛び地のカリーニングラード州に地対地ミサイルイスカンデルを配備することを表明した。この中の統治機構改革案については、同年11月から12月にかけて上下両院及び 全地方議会で憲法改正が承認された後、同年12月30日にメドベージェフが署名し、翌31日に発行された。2012年5月7日にロシア連邦大統領の任期満了を迎え、プーチンが公認のロシア連邦大統領に就任したことに、伴い、プーチンと入れ替わる形で10代目ロシア連邦首相に就任した。 2018年5月に首相に再任。2020年1月15日にプーチンは年次教書演説で首相や閣僚の承認など大統領に属する権限の一部を連邦議会に移す方針を表明。これを受けてメドベージェフは必要な憲法改正を大統領が実行するために内閣総辞職が必要であるとして総辞職を表明し、プーチンは 後継の内閣が発足するまで首相職に留まるよう要請した。また、プーチンは、ロシア連邦安全保障会議に新設する副議長に、メドベージェフを当てる意向を表明した。表向きは、年次教書演説を受けての辞任表明だが、実際にはプーチンによる更迭であったとの分析もある。1月16日に、後継の首相が会議会で承認され、メドベージェフは退任。 メドベージェフはプラグマティストであり、有能な行政手腕の持ち主である。その経歴から白引きには含まれないが、白引きの路線に同調し、プーチンに対して常に忠実な支持を与えてきた。その一方で、ロシア国内外で比較的自由主義的な政治観を持った政治家とみなされており、ウラジスラフ・スルコフ大統領府副長官などが、 提唱する主権民主主義にはリベラル派として批判を許さない民主主義はないと意義を唱えたとも伝えられる。また大統領就任後も統一ロシアの議員が起草したメディア規制法案の廃案を求めるなどリベラルな一面を見せている。2008年12月12日のロシア連邦憲法採択15周年記念式典では メドベージェフが演説している最中、憲法改正にことを唱えるヤジが、聴衆から投げつけられ、その人物を強制的に退出させようと駆け寄った警備局員を放っておけ、いろいろな意見があって構わない。この憲法はそのために作られたのだからと制止したメドベージェフに、聴衆から拍手が起こり、この模様は、ロシアのテレビニュースで放映された。 しかし2008年ロシア連邦大統領選挙では、多くの自由主義的な意思政権に批判的な政党、候補者が立候補を阻止されたことに対しては何ら、批判的な見解を述べておらず、国内外にリベラル派としての知見が真実なのか、疑念を持たせている。また、メドベージェフのこれまでの経歴が、補佐役としての意気を出ていないことから、大統領退任後も首相に就任し、 政治的影響力を維持するプーチンとの二等政治の推移とともに指導力を発揮できるかが今後の焦点と言われた。2009年に入り、独自色の強い人事刷新に乗り出したり、プーチン内閣の金融危機への対応を遅いと率直に批判するなどした。これらのことにより、プーチンとの関係に隙間風が吹いている相当体制に、 変化の兆しが現れているといった観測も出ている。また、2009年11月21日に開催された、与党、統一ロシアの党大会で、党首である、プーチン首相の面前で、選挙は民意の表明であるはずなのに、民主的な手続きが、行政手続きと混同されていることがあると、統一ロシアを批判した。これについて、メドベージェフ、プーチン両者の陣営が、 水面下で権力争いを始めたの観測も出ている。2011年に入ったあたりから、プーチンとメドベージェフの関係悪化が、盛んに、ロシア国内外のメディアで取り上げられるようになり、また、両者の発言の一致性に疎齬が生じている。2011年3月のリビアへの多国籍軍の空爆を、まるで十字軍を見ているようで容認できないと通列に批判したプーチンに対し、 メドベージェフは、私の考えは、首相とは異なると発言した。また、獄中のロシアの豪商ミハイル・ホドルコフスキーの扱いについて、プーチンが数十年でも習慣されるべきという姿勢を見せているのに対し、メドベージェフは、ホドルコフスキーは、危険な人物ではないので釈放しても良いという姿勢を示している。さらに旧ソビエイト連邦最後の最高指導者、 ミハイル・ゴルバチョフが統一ロシアは旧ソビエト連邦共産党の敵の悪いコピーだ。プーチン首相の大統領復帰など論外とメディアで語るとメドベージェフはその直後にゴルバチョフをクレムリンに招き最高位の国家勲章を授与し周囲を驚かせた。5月にはメドベージェフが内外の記者を集めて長時間会見を行い従来の継続では ロシアの近代化は進まない。新たな発展段階に入っていると語り、続投へ強い意欲を見せたものの、2011年9月24日の統一ロシアの党大会にて2012年ロシア連邦大統領選挙候補者にプーチンを推薦した。写真参照。2008年10月にプレセツ空中基地にて大陸間弾道ミサイル、トーポリの発射実験を視察する。 メドベージェフ2008年7月に北海道東野コサミットにて日本の福田康夫首相と2008年9月29日に韓国の李昭弘大統領と2008年11月に G20 金融サミットにてアメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領と2011年8月24日朝鮮民主主義人民共和国の金正日国防委員長と全般 メドベージェフは南オセチア紛争後の2008年8月31日に以下の5つからなる外交の5原則を表明した。国際法の遵守多局的な世界の実現南オセチア紛争以外の国際紛争の不追求ロシア国内外に居住するロシア人の保護やロシア的な地域との関係強化後の外交の5原則を表明した演説の中でメドベージェフは ロシアには他の国と同じように特権的利益を持っている地域があると発言し、その特権的利益を持っている地域を保持していくという考えを示した。特権的利益を持っている地域とは、ロシアの国境付近の地域を含むが、その地域に限定しないと述べた。さらにメドベージェフは、居住する場所に関係なく、ロシア人の生命を保護すると語った。それでもロシアは、 孤立を求めず、欧米諸国や他の国と友好関係を築いていくとも語った。そして、アメリカのような大国による一極支配の世界は受け入れられないと主張した。アメリカ合衆国メドベージェフは、アメリカの一極支配体制に強く反発している。2008年の年次報告演説でも、南欧節や紛争や2007年世界金融危機は、 アメリカの一極支配が原因だと主張した。また、前述の南オセチア紛争やミサイル防衛等でのアメリカに対する強硬姿勢は新冷戦の勃発であると言われることもあり、メドベージェフ自身も我々は新冷戦を恐れないと発言している。2011年にはアメリカと新戦略兵器削減条約を締結した。日本北方領土問題解決に関し、 大統領就任当初から意欲的な姿勢を示していた。2008年7月に北海道東野湖サミットに出席するため来日したが、サミットの合間に当時の首相であった福田康夫と個別に日露首脳会談を行った際、北方領土問題が解決されれば、両国関係が最高水準に引き上げられることに疑いはないなどと述べ、北方領土問題の解決に意欲を示した。 2008年11月22日の麻生太郎との会談でも北方領土問題の解決を次世代に委ねることは考えていないと述べ、解決に前向きな姿勢を示した。2009年7月に日露首脳会談が予定されており、北方領土問題について何らかの表明が期待されるが、一方で5月29日に、 河野正春中ロシア大使らが出席した新任情報定式の場で北方領土問題に言及しパートナーである日本がロシアの南クリル諸島への主権に対して疑いを差し挟む試みを指摘せざるを得ないと発言し日本側の期待に水を差した2010年11月1日にクナシリ島を訪問しロシア領であることを主張以後も数度にわたって 北方領土の訪問、視察を繰り返し、ロシアの実効支配をアピールする姿勢を強め、日本との領土交渉も暗礁に乗り上げた。2012年7月3日に、オリガ・ゴロジェツ副首相、ビクトル・イシャエフ極東開発省とともに、クナシリ島を訪問した。2012年9月24日に、ロシア連邦副首相を集めた会議で、道路整備のため2007年から2015年に、 実施されるクリル諸島社会経済開発計画の予算を増額する政令に署名したことを明らかにした。2015年8月22日にロシア連邦首相として初めてエトロフ島を訪問し、中華人民共和国と大韓民国はロシアの友人で日本は隣人と表現した。妻のスベトラーナと家族は妻と一男がいる。 妻のスベトラーナ・メドベージェワとは小学校、中学校時代の同級生であり、後に結婚。学生時代から夫人とは付き合いがあり、1982年に学校を卒業後、数年間の交際を経て結婚した。1995年には夫人との間に長男のイリアが誕生している。学生の頃からロック音楽を好み、特にピンク・フロイド。 ブラックサバス、ディープパープル、レッド・チェッペリンがお気に入りのバンドである。ソ連時代にロックは西側の大敗的な文化とされ、聴くことが禁止されていたが、その時代にメドベージェフは友人と海賊版を交換し合っていた。その後アルバムを本格的に収集し始め、今ではディープパープルの全コレクションを所有していると語っている。なお、2008年2月に行われた、 ガスプロム創設15周年を記念したディープパープルのコンサートにもセルゲイ・イワノフと一緒に行っている。プーチンと同様にスポーツマンであり、大学時代は重量上げの選手で、今でも朝と夕方に1時間重量上げをしているという。他に、ヨーガやジョギング、水泳などもする。スポーツ観戦の方では、サンクトペテルブルクのサッカークラブであるゼニト、 サンクトペテルブルクのファンであることを公言している。ペットは、ドロテウスという名前の猫を飼っている。ロシアの大衆誌モスコフスキー・コムソモーレツ2008年3月15日号で、この猫は、メドベージェフの隣人であったミハイル・ゴルバチョフの飼い猫と、喧嘩をしたが負けてしまい、その後1ヶ月間、抗生物質を投与される治療を受けたことがあると、報じられている。さらに、 二度と、このようなことをしないために虚勢までさせられたという。2008年7月の北海道東屋湖サミットでは、日本に親しむため、緑茶を毎日飲んでいると報道された。また、ロシアの大衆紙、コムソモリスカヤ・プラウダ2008年4月29日号のインタビューでは、健康のために寿司や刺身を食べており、村上春樹の小説、羊をめぐる冒険を最近読んでいると答えている。 アップルの携帯電話 iPhone と同じくアップルのパーソナルコンピュータであるマッキントッシュを愛用している。2010年6月にアメリカを訪問した際にはアップルより iPhone4 を送られ、Twitter 社ではアカウントを開設しつぶやきを行った。現職首相として汚職追放の旗折り役をしていたが、アレクセイ・ナールニーによって元同級生などが代表を務める団体を 悪用して巨大な邸宅、ワイナリー、ヨットなど莫大な不正蓄財をしていることが明かされた。以降はプーチン大統領へのロシア国民の支持率が依然として高いもののメドベージェフに対しては不支持率が支持率を上回るようになっている。ありがとうございます。